ニコン。ニコンはもともとは日本工学という会社でした。日本工学。これですね、第一次大戦が終わった後、ね、その頃はまだ日本はほとんどの工学機器っていうのは輸入に対してですね。で、それが入ってこなくなって、やっぱり自国で作らなきゃダメでしょうっていうんで、官からも民からも要請があって作ったのがね、日本工学です。で、この時の工学っていうのは圧倒的に国を守る国防、そういった方に働いてたんですね。で、僕 の、 あの先生で三本和彦さんという先生ですけど、三本先生はよく、阿部ちゃん知ってるかい、もともと日本工学って名前じゃなくて大日本帝国工学工業って言ったんだぞとかって言って、先生本当ですかって嘘に決まってんだろうとか でも日本工学、日本工学じゃないんだよ、日本工学。ここね、とても大事なポイントです。日本工学です。で、当時の、ね、レンズとか見るとちゃんと日本って PP って言ってね、 P2 つ入ってます、日本工学。さあ、そして、対戦が、第二次大戦が終わった後、民間企業に、転身をしていくわけですね。やっぱり100年も歴史のある会社ですから、いろんなことがあるわけですね。その時に民間に転身していて、その時の柱の一つになったのが写真機、カメラですね。はい。で、もちろんそれから測量機器とかいろんなものを作っていくわけですけども、ね、カメラ。そして1959年、ニコン F を出して、ね、カメラが現在になるわけですけども、その後出てきたのがステッパー、ね、ステッパーという半導体の録音装置って言うんですけど、工学っていう仕事は大きく分けると、2種類あるんですよ。一つはね、遠くにある小さいものとか、もともとちっちゃくて目に見えないものを拡大して見えるようにするという仕事。それは望遠鏡とか顕微鏡とかね。あと、人間の目にはね、広すぎて見えないものをいっぺんに捉えるっていうのは広角なわけでしょ、ね。で、この逆があるんですよ。これがステッパー、半導体の録音装置で、こんなちっちゃいものを最終的に作るんだけど、回路。それはいきなりちっちゃいのは作れないから、大きなものを作っておいて、それを縮小するって仕事なんですね。光学ってのはね、ちっちゃいものを大きくする、大きいものを小さくする、そういったね、ところがベースなんです。さて、あ、いきなりなんか怖い写真しちゃった、ごめん。僕もこれ撮ってて怖くて、これ多分、雲が、他の雲を捕まえて、こういるところなんだよね。で、ちょっとこれ怖いからもうやめるよ。雲の話したいんだけど、ジョロウグモの。ね、これ、ジョロウグモじゃないですけど、ちょっとこの写真に変えます。これは普通の雲の写真なんだけど、これなんでこの写真を持ってきたかっていうと、僕、柿の木坂、目黒の柿の木坂っていうところが実家なんですけど、僕の実家のお隣の人って、ニコンの人だったんですよ。ニコンの人。まあ、当時で言えば日本工学の人だったんですね。いや、僕は小学生の時、小学校2、3年の頃、日曜日に、ヒデちゃんいるって言って、そのおじさん来るんですよ。で、雲捕まえに行ってよ、雲を一緒に行って。で、当時、原っぱってあちこちあったから、原っぱに行って、子供は雲、ジョロ雲を見つけるの早いわけですよ。で、2、3匹捕まえて帰るわけ。で、その頃はなんでそんなことしたのか、子供だから分かんなかったんだけど、後々聞いたらね、雲の糸を、ジョロウグモの糸をスコープに貼ってたんだって。で、この雲の糸っていうのは完璧な素材なんだよ。拡大しても毛羽がないし、形状変化っていって、年月が経っても悪くならないわけ。で、貼ってた。で、100周年、今ね、ニコンは100周年いろんなことを編纂してるんで、調べていったらやっぱりこの雲の話が出てきて、雲をちゃんとね、飼って置く場所もあって、で、自然界のものだから、どん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 捕まえてきて、クモ取って殺したらかわいそうだから、なるべく長生きさせてって言うんで、クモをみんなでね、どうやったら頑張って長生きさせられるかって研究をしながら、当時飼っていたと、そんな話があります。ちなみに、この方ですね、その実家のお隣の方ね、僕が、ニコンと初めて仕事をしたのは30年ぐらい前なんです。当時ね、ナイスショットっていう本があって、カメラを買った人が、愛用者カードを送ると本を送ってくれるっていう。で、僕はそれを初めてやらせてもらって、中も書かせてもらって写真も入れたけど、表紙も僕の写真でくるんでもらってた本だったのね。で、その本ができた時に、それをお隣の家のところに持って行って、ね、こんなのをね、作ってもらったんだって言ったら、その人が、
ヒデちゃんって写真家になってったって聞いてたけど偉くなったんだね、うちの会社がこれをヒデちゃんに頼むってことはヒデちゃんって一流なんだねっておっしゃったのね。やっぱりニコンの人っていかに自分の会社が一流であるかって自負がすごいですよ。でこの方は、ね、まあ、名前はちょっと言いにくいんですけど、この方は今ね、ニコンの社長は牛田さんって社長なんですけど、牛田さんにこの話をしたら、その方は僕の元の上司でものすごいおっかない人だったんですよって言ってましたけど、その方で今もたまにお会いすると、僕はもう今実家に住んでたまにしかお会いしないけど、たまにお会いすると会社がいつもお世話になりますって僕に言うんですよ、ね、すごいよね、もう辞めて何十年も経つのに。さて、さあ101号館といいます、大井町に、去年ね、解体が始まった、一番最初は1号館って言ってたらしいですけども、1933年に、作られた、ね、建物です。僕ねこの建物をすごい綺麗に撮ってあげたくって、夕方の、光の中で、ね、那須と色の空のところで撮ってるんですが、ここはね、いろんなものを作ってきた工場です。工場で一番最後の頃はもうここでは物を作っていないから、普通にコンピューターとか並んでいた部屋だったわけですけど、設計した部屋、このガラッとした中見てみると、昔ここで F3 を作ってたんだよ、 LINE があったんだよっていうふうに、後藤フェロー、ね、が説明してくれて、ね、そんなものをね、取ってきましたね。もうね、いろんな逸話があってね、この建物から道路を挟んで反対側のもうニコンなんだけど、地下道があってね、どんな時でも通っていかれるとかいろんな話あるんですよ。で、あと一番あれは幽霊が出るっていうのがあって、ね、あのいろんな幽霊があって3種類ぐらい出るんですよ。でそのことをニコルクラブの逮捕書にちょっと書いたらね、全部カットされちゃいました。さて、大井町も変わっていきます。今ね、この大井町にもまたニコンもありますけども、もうそんなにたくさん人はいないです。みんな品川の方に移動してきましたからね。ニコンミュージアムあるところの上のところにみんな今はいます。で、この郵便局が真ん中にあって、ちょっと先あたりですね、そこにおせんべい屋さんがあったんです。今はもうないんです。おせんべい屋さんがありました。そのおせんべい屋さんが有名なニコンせんべいを作っていたおせんべい屋さんです。みんなニコン羊羹知ってるでしょ。ニコン羊羹は現行品ですからね、これニコンミュージアムでも売ってるし、ね、でただこのニコン羊羹っていうのは大井町の、ね、お店が作ってるんじゃなくて、もうちょっと離れたところでね、羊羹作るとかあって、そこに OEM で頼んでるんですね。でこのおせんべいに関しては本当にニコンからすぐのところにおせんべい屋さんがあって作ってたので、もともとは会社の人が、ね、行きすがらにおせんべい買っていた時に夜勤をしてるのを見て、あ、これって夜勤って押してくれるのって言ったら、お、ニコンね、あの、ニコンって書いたの持ってきたら押してあげるよって言われて、それはニコンってさ、夜勤作るのは簡単だから、ニコンが。で、作って持ってって押してもらってたのが最初。で、それをお客さんに出してたんだね、最初ね。で、そのうちにとても評判になって、僕も実は出してもらったことあります。最初行った頃、まだあったから。で、これね、これ昭和30年とかの話なんだよ、最初はね。で、その頃は工場だったから、金の卵って言われて集団就職なんかで来た若い人いっぱいいたわけ。ね、この会社の中に。で、その人たちが、文句で故郷へ帰るときに、東京でお土産を買って帰りたい。で、高いお土産なんか買うんじゃなくて、会社名が入った、ね、このせんべいを、ね、買って帰ったらいい、持って帰ったらいいじゃないって言うんで、あの会社の購買部があって、そこで、ね、もうすごい安く売ってたわけですよ。で今でもニコン羊羹は会社の購買部みたいなところでもあの売ってるんですけども、おせんべいはね途中でおせんべい屋さんがなくなっちゃったし、でおせんべいはね通販の時代になってきて具合が悪かったの、送ると割れちゃうんですよ。瓦せんべいみたいなのかな、これでね、あの羊羹だけだったんです。でただこのニコン羊羹だからおせんべいは昨年ですね、お正月に限定でちょっとだけ作ってもらったので、この包み紙あってちょっと分かるんだけど、麻布十番にあるお店、もともとは雷門が本店なんだけど、麻布十番ののれん分けのさらにのれん分けが大井町のお店だったの。そのことを突き止めて、いや俺たちが自分たちで作ろうで頼みに行ったら、思いっきり作ってあげます、やりますよって言ってもらって、ちょっとだけ作ったんですよ。さあ、お、見たことないやつ、 SP のちょっと後、 SP の後、いやだから出てない、これ試作品なんですよ。
SP の後、これ F のコンチュールファインダー、これはもう有名ですけど、ね、これも出ない、もちろん出てないですけども、F3 の作品、ね、そして、これ見たことないね、うん、ね、見たことないね、幻のカメラ。これも噂だけはあるよね、ニコンの中央カメラ。ね、さあ、実はこれですね、100周年を記念して、日本ミュージアムではいろいろと、ね、企画展をやっています。今は、ね、上村さんの、ね、企画展をやっていて4月1日、ね、までやってます。そして4月4日から7月1日まで、ね、このニコンの試作品の展覧会、ね、展示会になります。で、日本ミュージアムって2月から4月ぐらいで新しいものを部分的にやってるんですよ。もちろん通常やってるものもあって、ね、企画ものは三月四月で変わります。で、試作品っていうのは普通は会社は全部解体しちゃうの。だから残らないんですよ。で、ところが何台かこうやって残ったものがあった。で、それを今回皆さんにね、100周年を記念して見ていただこうと、ね、いう話なんですね。ぜひね、いらしてください。僕の知り合いで、なんだ日本ミュージアムっていつ行っても同じものやってるよって言ったから、いつ行ってんだよって言ったら、毎月行ってたら、毎月行っても一緒だから、いや毎月来てほしいんだけど、でも、ね、三月が四月で企画展は変わりますからね、ぜひいらしてください。さて、光ガラス株式会社っていう会社をご紹介しましょう。光ガラス、現在でもガラスのレンズの大元の粉を混ぜ合わせてレンズを作ってるのはニコンだけなんです。みんな昔はそういうふうにやってたんだよ。でも今はそこそこできたものをガラス会社に頼んでそれを研磨するってことが多いです。秋田県にあります十文字ってことですね。十文字、秋田県十文字っていうと白鳥の里だとか十文字ラーメンとかいろいろ言われてますけど、実は僕の父親の実家があるところなんですよ。で、僕は多分よっぽどニコンと縁があるんだなと思うけど、これ去年の2月に行った時です。すごい雪でしょ。十文字って秋田の中でも一番雪降るんですよ、県南って言って。それで鎌倉もすぐこの近くです。で、昔はもう2階から出入りしたってぐらいで、で、ここで今のニコンはね、ガラス工場で作っていきます。で、これはガラスを一番最初に材料、素材を、ね、セメント袋みたいな大きいのが入ってるんです。それを全部ブレンダーでブレンドして、それを最初に溶かすところ、培養塊って言うんですけども、で、中に入れて、で、時間かけて溶かして全部混ぜ合わせたところで下の線を抜くと、こうやってガラスがピューって折れてくるんですよ。で、これが全部水の中に入って粒になってパチ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 っていって粒になるんです。これをさらにもう一回、ね、混ぜて、そして本当の溶解をしていきます。で、本当の溶解はどうなっているかというと、今向こうでガラスが溶けて落ちてて固まってて、何十年って待ってるけど、ずっと来るとここはもう冷えてるわけ。連続溶解って言うんですよ。ガラスがつながってんだけど、ここは冷えてる。ここはだからこうやって切っていく溶解みたいに、向こうはつながってる、一番向こうは今まさにまだ固まりつつあるここからずっと来るわけです。で、これが24時間出てきます。で、24時間出てくるからずっと付きっきりでこのくらいの大きさずつにカーンカーンってこう割っていくんですよ。いい音がするんですよ。だってクリスタルガラスの音だもんね、光学ガラスってカーンと音がします。で、それを割っていったやつをこうやってもっとちっちゃくして、カルミ焼きみたいですけどこうやって型に入れて、そこそこの形を作ります。他のメーカーにここからこのぐらいのところから作ってもらったやつを買ってくるんだけど、以降はこれも全部、ね、今でもやっています。さあ、光学メーカーのニコン、そうやってガラスが得意なわけですけども、機械加工も、ね、ニコンには魅力があります。ニコンの機械加工でしびれるって方多いと思います。僕もそうです。ちょっと見てくださいね。ニコン DF が出た時に僕はゴールドニッコールを何本か買い求めました。で、 DF が綺麗だったから、古いんだけど綺麗なレンズが欲しくて、で、探してみると結構あって、これは 135mm なんですけども、 135mm ね、ほとんど当時の状態、ミントな状態でありましたね。マウント見てみましょうね。まだ何の、仕掛けもない、ただの、ニコン F マウントですよね。
今の新しいマウントと比べると、ね、新しいマウントは電気接点がついたりしています。で、今でも、ね、当然このレンズは両方ともが DF につくわけですけど、確かに、ね、こうやって1959年からずっとやってるマウントなんで、ね、一部あれはつきません、これはこうですとかっていうのはあるんだけど、それでも1959年から出されてた全部つくっていうのはやっぱりニコンの誇りなんですよ。でよく世間ではニコンはねマウント変えなかったのが失敗だとか、マウント変えなかったのとか言われてるんですけど、ニコンの人に聞いてみると、え、マウントを変える、そんなこと思ったこと一回もないですよ。だって自分たちの先輩がずっと作ってきたものをなんで今僕たちがやめることができますか、そんなわけないじゃないですかって、それは僕らの苦労工夫をしていけば、ね、できるわけですよっていつもニコンの人は言うんですね。これ分かります？ D750 をお持ちの方、D750 をお持ちの方は液晶のモニターのところをチルトをこうやってやってみるとこれが出てきます。これってモニターのステーなんだけど、肉抜きって言いますけど、こうやって肉を抜きます。で、何のためにやるのっていうと、まあ、軽くしたいからなんですけど、強度変わらないから、いや、じゃあ D750 でこれを肉抜きしたら何グラム軽くなるの、そんなことは言わずに、これがニコンなんですよ。要するにこれをやることがニコンなんですね。他のメーカーはやらないですよ。これをやることがニコンなんですよ。これが美しさなんですよ。無駄のない美しさ。で、これでよく見たのが、ホット集、アクセサリー集をちょっと別に作りましたけど、あれを見ると僕はいかにもニコンだなというふうに思います。で、肉抜きの部分を増殖か、飾りにしてるわけですけども、これ今でもありますからね、ぜひね、使ってみてください。かっこよくなりますね。さあ、水戸製作所って話しましょう。水戸の工場じゃないです。昔は水戸の工場もあったけど、今は水戸製作所と言ってますけど、これは何か一般的なものを作るっていうよりも、ちょっといろんな特殊なことをやってる、ね、受注とか、そのところなんですが、ここにですね、ニコンの学校とも言えるものがあります。新入社員の、技術系の新入社員が入ってくると、ここで勉強するんですよ。もう一回1年間、学校に入り直したような感じで。で、何やるかっていうと、今見ていただいたような、例えば金属加工、こんな、ね、ヤスリがけ。今こんなことして物作らないですよ。ただ、物を作る気持ち、物を作る心っていうものを学ぶんですよ、ここで。はい。ね、そして、教えてくれるのは、指導員はマイスタークラスです。マイスタークラス、ニコンマイスターっていうね、ニコンの中でもね、特別な資格を持った、ね、先輩が、ちょうどお孫さんぐらいですよ、新しく入ってくる人たちは。そのくらいの年の人に教える。そしてまた、今はもう女性も多いんですけどもね、一生懸命ね、もう本当に真面目に、聞いてきます。で、もうマイスターの方よりも、大体今の、若い人も背が高いですから、もう見上げるような人に、ね、やってるわけですけど、僕はこれ毎年見に行ってるんですよ、新入社員。もう面白くしょうがないですけど、本当にみんな真面目にね、作っていきます。もう心配で心配でしょうがないの、後ろから。でもね、みんなやっぱ立派に最後卒業制作を作って、ね、それから各部署に配属になっていきます。ね、で、面白いのは、水戸製作所で、こんなこともやってます、研修生たちは。フィルターとかレンズをきれいに拭き上げる。皆さんフィルターをしばらく使って拭いたらちっとももう綺麗にならないでしょ。で、工場出荷時の状態になんでならないのかなと思うでしょ。で、もちろん練習したらできるんですよ。で、この人たちはその練習をしてるわけです。で、その練習しているフィルターをちょっと見たら、ニコン、ジャパン、あれ昔のロゴだ、L39。これってジョリケイ連動機の頃のフィルターでしょ。で、なんでこんなの使ってるのって、だって昔からずっとやってるからって。別に減るもんでもないし悪くもなんないからずっと使ってるよ。これが、水戸製作所のやっぱり長い歴史の一つなんですよね。はい、タイの ITF 工場があります。今ニコンの、ね、工場は、日本は仙台、ね、仙台が、レンズは栃木にありますけども、主力工場はアユタヤなんです。タイのアユタヤ、アユタヤっていうのは日本で言えば京都みたいなことなんですけども、そこで作っています。皆さんの中には、なんだ、メイドインジャパンが欲しかったって方いらっしゃるんですけど、いやいや、アユタヤ工場を見たら、アユタヤ工場に誇りが持てるぐらいの素晴らしい工場なんですよ。僕は取材もあって何度も言ってるんですけど、まあ素晴らしい。タイ人って競争心がものすごくあって、ね、安倍さんだったら、じゃあ日本のね、ニコンの工場見たことあるんでしょ？自分たちにね、なくて、日本の工場にあるものは何とか、すごい真剣に聞かれるんですよ。で、実際には仙台や栃木の人たちの交流もあって、タイの人も日本に来るし、ね、日本の技術者さんも仙台に行くわけですけども、ね、
でこの写真は僕が撮った写真の中で有田工場と一番気に入ってて、ミュージアムの中にも貼ってあるんだけど、あの何千人もいる中で7割ぐらいが女性です。カメラは軽作業だから女性が多いです。で、あの中にはこうやってカップルでご夫婦でいらっしゃる方もいらっしゃるんですよ。で